これまでですね、ニコ生、FC2、ツイキャス、あとなんだっけ、マイカ待って、わかっちゃった。これまでですね、ニコ生、FC2、ツイキャスといろいろなメディアを転々としてやってきたんですけども、皆さんタイトルを聞いてあれって思いませんでした？そのまさかこのままですね、春菜花のできるかなできるかなをそのまま使わせていただきたいと思います。もうぐっちゃぐちゃ。もう一回いきます。ちょっと待って、ちょっと待って。皆さん、花花春菜花です。あ、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。改めましてですね、今までニコ生、ユーストリーム、FC2、ツイキャスト、いろいろなねメディア転々としてやってきたんですけども、なんと今回 YouTube 解説ありがとうございます、しましたよ。イエーイ。でね、みんなあれって思ったでしょ。まさかの春菜花のできるかなできるかな、そのまま使っていきたいと思います。なのでよろしくお願いいたします。さてさて、今回はですね、チャンネル解説というお知らせなんですけども、春の花のできるかなできるかな、何をやっていこうかなっていうことなんでしょうね。でもその前に、このチャンネルのチームの紹介していきたいと思います。今カメラを回してくれているあおちゃん、よろしくお願いします。お願いします。え、ダメだよ、あおちゃんですって言わないと。あおちゃんです、よろしくお願いします。みんなで、ポカーってしてると思うの。あおちゃんはね、会った時から思ってた、くまさん。くまさん、くまさん、どういうところがくまさんっぽいんですか？なんかね、動物園で見るくまさんっておとなしそうで優しい感じでしょ。で、よくさ、紹介とかでくれくれってやってるとか、そんな感じ。くれくれってやってる感じ。そうそうそう。なるほど。わかった、みんな伝わったかな。そんな感じだよ、あおちゃん。なあ、あおちゃんって言ってもいいし、コメント欄であおちゃんって言ってもいいし、くまさんって言ってもいいからね、よろしくお願いします。さあ、そしてこの春の花のできるかなできるかの構成を考えてくれる作家さん、ツッチーです。よろしくお願いします。ツッチーだよ。はツッチーだよ。ありがとうございます。このツッチーはですね、一撃オークションと一撃ショップでね、長いこともうお付き合いしている方なので、とても安心はしているんですけどね。ただ超ド級のド変態さんなんですよ、このツッチー。だから私のこの YouTube チャンネルね、バンされないようにお手柔らかにお願いします。お願いします。大丈夫かな。あなた、どういうチャンネルにこれしていきましょうかね。やっぱりタイトルのようにできるかなできるかなじゃないですか。だからまず今までやったことのないことをチャレンジしていきたいなっていうのと、あとはこれはね、一番の醍醐味だと思うのを、その春の花を届けれたらいいなって思ってる。で、次回の配信ではちょっといよいよ本格的に企画をやっていこうと思うんですけれども、春菜さんの方から何をやるのかちょっと発表をお願いします。次の配信は料理をね、ちょっとやっていこうかなと思っています。なんで料理選んだんですか？ね、本当にちょいちょい料理するのと、オフ会とかで振る舞ったりしてたんですよ。それのレベルアップできたらいいなって、もっと美味しいものを提供もできたらいいのと、自分自身も上手になりたいなって思うことで料理を選びました。意気込みを聞かせていただければと思うんですけど。ね、そうね、やっぱり春の花のできるかなできるかなということで、できないことをね、まずはたくさんできるようになりたいなと思ってるのと、やっぱ見てくれてるみんなにあははは、うふくすっていうね、伝えれたらなと思っております。それでは皆さん、またね、はなはな。皆さん、それではチャンネル登録と高評価よろしくー。